みんなこんにちは。ハテナくんだよ。どうしてオタマジャクシは水の中から出られないのに、カエルは外に出られるんだろう。今日はオタマジャクシちゃんに聞いてみたよ。僕はオタマジャクシ。田んぼで卵から生まれたよ。僕は魚と同じようにエラ呼吸をしている。エラで水の中に溶け込んだ酸素を吸っているんだ。僕の口の中はおろし金みたいな小さな歯がたくさんある。それで石についた苔や死んだ魚を削り取って食べるんだ。そしてヒレのついた尾でスイスイと泳ぐよ。でも大人になるにつれて僕の体に変化が起きる。まず足が生えてエラや尾も消える。そしてカエルになるんだ。カエルになると陸に上がることもできるんだ。じゃあここから先は大人のカエルさんにお話聞いてよ。ケロケロ、僕はカエル。僕たちカエルは陸上や水辺で虫を捕るよ。だから体つきもそれに適したようになっている。この飛び出た目で獲物を早く見つけ、この大きな口、長い舌でパクンと食べちゃう。もうエラ呼吸じゃなくて人と同じ肺呼吸なんだ。土に潜っても皮膚呼吸できるから冬眠できるんだ。でも体が乾くと皮膚呼吸ができなくなっちゃう。だから水に飛び込んで体を濡らすんだ。同じ両生類のイモリくんやオオサンショウウオくんも小さい頃はエラ呼吸だけど、大人になると肺呼吸をするんだ。オタマジャクシさん、カエルさん、どうもありがとう。そっか、オタマジャクシは魚と同じようにエラ呼吸で、カエルになると僕らと同じ肺呼吸をしているんだね。だからオタマジャクシは水の外に出られないんだね。今日のまとめ。オタマジャクシは水の中に生まれた。卵から生まれるよ。オタマジャクシは魚と同じエラ呼吸。水の中に溶け込んだ酸素を吸っているよ。食事は石についた苔や死んだ魚を削り取って食べている。大人になってカエルになると僕らと同じ肺で呼吸をする。つまりオタマジャクシはエラ呼吸なので水の外に出ることができないんだ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。